プレドニゾン長期連用後の脂肪肝,肝の顕微鏡写真。三色染色。プレドニゾンは免疫抑制作用を持つ合成副腎皮質ホルモン剤である。一部の炎症性疾患の治療に用いられるほか、高容量で癌の治療に用いられることもあるが、副作用が多い。免疫系を抑制するため患者は液感染性となる。プレドニゾンはそれ自身では作用を持たず、 肝臓でプレドニゾロンに代謝されて活性を示す。プレドニゾーンは様々な疾患に用いられる。全息 COPD、シドップ、リウマチ性疾患、アレルギー疾患、海洋性大腸炎、クローン病、副腎不全、眼性高カルシウム血症、甲状腺炎、高頭炎、重症結核、腎麻疹、脂質性肺炎、心膜炎、 多発性硬化症、ネフローゼ症候群、狼化ミ重症すじ無力症、ウルシかぶれ、ぶどう膜炎、メニエール病、臓器食事の拒絶反応防止レジメンの一部、肩頭痛、群発頭痛、重症口内炎等である。プレドニゾンはその他、高悪性腫瘍薬としても用いられる。急性リンパ性白血病、非保持筋リンパ腫、保持筋リンパ腫、多発性骨髄腫、 その他ホルモン感受精腫瘍に他の抗がん剤と組み合わせて用いられる。サルコイドーシスの治療にも使われる。プレドニーゾーンは梅毒治療中等に起こるヤーリッシュヘルクスハイマー。反応の抑制にも適用され、またデュシェンヌ型スジジストロフィーの進行抑止にも使われる。症状の進行阻止の作用基準はわかっていない。副腎を抑制することから、 先天性副腎家系性症の治療にも用いられる。プレドニゾンの腎臓での利尿作用は、特にループ系利尿薬多量投与に不応性の肥大症精神不全の治療に活用することもできる。糖質コルチコイドとしてのプレドニンの作用基準は、心房性ナトリウム利尿ペプチドに対する腎の反応性向上、すなわち、 腎臓内部の随筆集合管での A 型、ナトリウムリニオペプチド需要体の発現増加によると、説明できる。短期的な副作用として挙げられるものは、他のステロイド同様、血糖増加並びに、体液貯留等の抗質コルチコイド作用である。プレドニゾンの抗質コルチコイド作用は弱く、副腎機能不全には用いられない。うつ病、抑うつ症状、不安の原因となることもある。 長期等与時の副作用として挙げられるものは、クッシング症候群、認知症様症状、中心性肥満、骨粗症症、緑内症、白内症、新型糖尿病等である。急な減量、または中止は、抑うつ症状を誘発し得る。副腎抑制はプレドニゾンを7日以上服用すると発言する。体内でのコルチコステロイド合成能を一時的に喪失するためである。 そのため、プレドニゾンを7日間以上投与した後に、投与中止するときは、前言すべきである。前言には数日をかけるべきで、長期投与の患者の場合は、週、月単位の時間を要する。突然投与を中止すると、味損症状を呈する。長期治療の患者に対しては、確実投与をすることによって、副腎機能を保護し、副作用を低減できる。糖質コルチコイドは、 死傷株及び脳下水体全容に、負のフィードバックをかけ、それぞれ副人皮質刺激ホルモン放出ホルモンと副人皮質刺激ホルモンを減少させる。これによりプレドニゾン等の糖質コルチコイド類炎物質は体内の糖質コルチコイドの生成を抑制する。この基準により、短期間に依存が形成され、投与中止時に危険が生ずる。 体内で CRH とアクスの合成が再開されて副腎機能が回復するためには時間を要する。コルチコステロイド投与中止時の投与量の前言法は患者ごとに疾患の再燃可能性、投与期間等によって個別に決定する。段階的なコルチコステロイド全身投与の終了に当たっては下記の各項目を考慮する。疾患増悪の可能性が低く。 投与が3週間以内であり、患者が蒸気に該当しない場合は即座に中止してよい。コルチコステロイド投与中止期間中は、速やかに生理学的濃度まで減量し、その後緩やかに減量する。疾患が再燃しないよう注意して観察する必要がある。プレドニゾン 20mg 上米国薬局型で溶質試験の可動性能確認試験に、 プレドニゾン標準製剤が用いられる。プレドニゾン及びプレドニゾロンの最初の単理と構造決定は1950年になされた。コルチゾンがコリニーバクティリアムシンプレックスにより参加されてプレドニゾンになったのである。同様のプロセスでプレドニゾロンからヒドロコルチゾンが生成した。これらの化合物の硬質コルチコイド作用が 増強されていることがマウスを使った実験で確かめられた。プレドニゾン及びプレドニゾロンはそれぞれメティコートン及びデルタコーテフとして米国で販売された。現在は米国では多数のジェネリック薬が入手可能である。ありがとうございます。